大炎上のダルビッシュさん、敵のお言い訳に。今日のダルビッシュ、研究というのはわからないですけど野球が違うんだなというのはちょっと感じましたね。やっぱここの地区、タンパ、ボストンとか細かいことやったりとか、例えばサインとかサイン盗みとかそういうことのレベルがすごく高いので、やっぱり今日はそういうところがすごく勉強になりましたね。アウトっすよ。マジで言ってて草。本当に言ってて草。そんなこと喋っちゃって大丈夫か。ソースあって草。電子サイン使えよ。ピッチコムってサインバレるの。癖とかは言いたかったんかな。この前の横浜のバワー的な。アストロスにやられた経験あるからな。こんな発言して宴会なチームのエス格やぞ。実力で打たれたと思いたくないんや。6年契約してもらって少し箸休めってとこですかね。ダルビッシュも人の子なんだな。アメリカで炎上芸人するのはさすがにヤバいって。さすがに全米を敵に回しそうな発言してて草。何のためのピッチコムや。レベルの高いサイン盗みしてるね。どういう原理で盗まれてるのか知りたいわ。煽りすぎやろ。煽りスキル高すぎわろた。 MLB はサインを盗むの自体は OK 的。レベルの高いサイン盗みとは一体。ピッチコムでもバレるって可能性としては何だ。何がヤバいって地区ごとあかん言ってるとこや。この画像ほんと好き。小屋みたい。チラッチほんとすこ。視野の広さも世界一ってか。MLB は野球だけじゃなくてサイン盗みも一流じゃないと戦っていかれへんのか。すごい世界や。村神様が関数よとか言っても全く相手にされない感じなんやろな。そんなんだから日本に勝てないんだがと言いたいところだが、とんでもないブーメランが飛んできそうだから自重しよう。とりあえずダルさんもう少し成績上げてってほしいね。